はい、お名前どうぞ。うるさ、名前言ってください。もうね、あの潰されてるよ、ノイズキャンセラーに声がでかすぎてえいっなってるんよやったー、どうももちさん。鈴木まさるです。違う、嘘やん。いやね、何度かかなえくん来てくれてるから、あお返しですよ。おととし、あ、お返しなんだ。来たいから来たわけじゃないんだ。いや全然来たくない、けどとつまち怖いんじゃないかなと思って、初めて。怖いよとつまち。自分の人望人徳が試される場だ。どうだ。いやもうね、逃げたい。でもおっさんはね、いやいっぱいあるじゃん。もういっぱいあるじゃん。すごい仲いい方よ。ちなみに2人でご飯行ったりとか、お洋服買いに行ったりしないもん。確かに。ちょっと懺悔したいことってあるから。今日懺悔のコーナーで来たんですね。かなえくんとそれこそあの、洋服を買いに行くみたいなのがあって、まあ僕があんまり無頓着なもんで、かなえくんが選んで買ってくれるみたいなのがあったじゃないですか。かなえくんが、まあかなえくん曰く可愛いデニムが、そのデニムっていうか上に羽織るやつ、はいはい、デニムのジャケットがね、そう、タイミング分かんなくて一回も着なかった。残念だなと思って。でもまだ着れる季節だよ。今あれめちゃめちゃ寒くないか。あ、その何、上にコートとか着といて脱いでもデニムジャケットあってもいいしね。その今はさ、外めっちゃ寒いけど、はいはい、室内はあったかいじゃん。なるほど。だからそう、逆にコートの1個下に着といて、お家とかお店とか入ったらさ、コートかけるじゃん。なんかまあただ買われただけだったらよかったんだけど、なんか後々あれ可愛いよねみたいなこと言われたら、いや言うよ、なんかこびたものを着るような感じがして。じゃあの世界にこびた歩くのファンタジアのリハの日に着てきて。いやだ、めちゃめちゃやだ。ファンタジアのリハの日に着てきて、次の。そう、別に今の話題、捨てたいけど捨てれないものの欄でもよかったけど、ね、やめて、捨てようとするの。捨てるならちょうだい、もう。え、なに、可愛いのが嫌なの？それともタイミングが分かんないの？両方だね。いやでもあれよ、可愛いってキュートじゃないよ。何？可愛いは、はい、その、うわ、キュートの方じゃなくて、こう、アイテムとして付加価値があるみたいなベクトルよ。わけわかんねえこと言ってんじゃねえ。いや、こわ、言葉強、語気強。そうなんだって、ハートとかとは違うじゃん。デザインがいいみたいな。なるほどなるほど。じゃあまた服持ってっていい？あ、本当に言ってます、うん、いや全然、全然いいよ。じゃ あ次のリハの日になんかセットアップ持ってくわ、もちさんに。もうもちさんの服わかるから。いや全然着ない可能性があっていいなら全然欲しい。いやもう着てリハなんならそれ着てやって。みんなに見られて。今年買っといてよかったものとおすすめの曲一個ずつ聞きたい。あ、でもかなえ更新曲よかったよね。なんかボカロで出てたよね。え、どれだろう。更新曲って何？どういう字？やべえ、本当にあると思ってやがるこいつ。どういう字？今ね、頑張ってみんなでリスナーの2万人と一緒に検索。え、タイトル聞いてもいい？ない。ちょっとあの、あんま曲知らないから一旦それで時間稼いでたんだけど、1個思いついたわ。時間の稼ぎ方トリッキーすぎるだろ。これはちょっと、うん、あの1個ね、ゲームをやってほしいんだな。その後に聞くと意味が増えるみたいな。まずドキドキ文芸部というゲームをやっていただいて。もうやったね。お、やった、全部やった。その後にあのキュークラリンという歌を聞いてほしい。それは非常に良いよ。じゃあちょっと聞きます、キュークラリン。ありがとうございます。じゃあ今年買ってよかったもの教えて、はい。買ってよかったものはやっぱかなえくんに買ってもらったそのデニムのジャケットよかったなっ。絶対だってなかったじゃん、出てこなかったからのものじゃん。全部の話題でこの捨てようとしてたじゃん。正直全部聞かれると思ってそんな用意してなかったけど、普通はね一人一個なんだけど、もちさんは聞きたいなって。やっぱまあでも前から持ってたものではあったんだけど、二、うんうん、次三次の数人からギターもらってて待って、そう、それ割と積んでたんだけど、最近ちょろちょろ触ってるんだけど、めちゃめちゃ面白い。楽器か。かなくんできる？僕ね、トロンボーンが吹けるよ。あとギターも一応弾ける。タブフぐらいだったら弾ける。じゃあちょっと今度セッションで。はい。はい。いつかね、で今年もね、何かといっぱいお話ししてね、はい、ありがとうございました。はい、来年もね、多分いっぱいお話しすると思うんで、よろしくお願いします。仲良くしてください。はい、ぜひぜひ。ありがとうございました。はい、またね。